皆さんこんにちは、あしおです。何が変わったの？変わってない。皆さんこんにちは、しおりーちゃんのラジホです。はい、ということで今回は第2弾のね、まあ撮影日同じなんですけど、今回はね、ファイリングをしていきたいと思います。鬼滅グッズを、はい、で全部は入らないと思うんで、とりあえずね入るだけ入れてみようと思います。8種類あるんですよ、そのフィルムっていうの。リフィルなすいませんリフィル。なのでね、その種類をねちょっと考えて入れていこうと思います。じゃあ8種類のリフィルは何を使いますか？6ポケットリフィルだね。はい、キーホルダーとかかな、やっぱり持ち運び用って書いてあるね。うん、あ、それが2つ。それも同じじゃない？うん、4ポケット。あ、これ。こっちは4ポケットだ。だから8種類って言った。なるほど。次に、こちら。これは、これ10枚。クリアホルダーリフィル。これ上から入れるやつです、こう。うん。で、次めっちゃ似てるんですけど。うん。こちら。で一瞬これジッパーケース、何が違うのって、ジッパーで横から入れるんですよ、うん、これなんか分厚いものでもさ入りそうだよ、ね、ジッパーだから入りそう。2個に分かれてるのが2袋なんで20枚ね。ここに構成が入ってて2個に分かれてるんですよ、うん、でもうちポストカードあんまないからね。ないね。まあ、ないのに買ってるんかいっていう。あれこれさっきと一緒じゃない？嘘。あれじゃあ最初のやつがいっぱいあったってこと？一緒？一緒じゃん。ごめんなさい、一緒でした。これが3つあったね。3つありました。はい。まあこれ一番確かによく使う。え、これ足りなそうだね。これもあるよ、さっき。嘘。でれー。ほら。一緒でした。あれ。はい。はい。カードリフィル。これはほんとカードのサイズ。ほんとプリパラ。プリパラの。でも上からしまう感じかな。え、プリパラも上からだっけ？あれ横だっけ？横だった気がする。あと、ぬいぐるみケースっていうのもあったので、はい。これ2つ、はい、2枚入りです。これも使ってみましょう。あとこれですね。そう。で、これはもう中に、うん、リフィルが入ってる。リフィルが入ってるタイプで、これは何個入るんだろう？リフィル何個ついてるんだろう？8枚入ってます。8枚ですね。うん、8細かく分かれてるタイプかな。だね、どもつけって感じ。 4枚入り、4個、1枚で4個入りって感じ。うん、どもつけが8枚入った。もう何でもプリパラにしないでください。はい、こんな感じかな。こんな感じですね。はい、じゃあこれをもうこれに入れていくと。そうですね、これに閉じて、それが閉じ終わってから、そこに、あれしてもいいです。あ、こうなってんのね、これ。うん。え、すげえ。なにこれ。これね、こう開けるんじゃなくて、ここをこうやって、うん、このね、この、ここをね、こう外して、そうするとこうなるんです。ここのね、こう。上に、あれ持ち上げるやつなのか。すごいね。めっちゃ独特。初めて見たの。ということで、早速、もう行っちゃいます。はい、もうどんどんやっちゃいましょう。ということで、これをね、全部しほちゃんがうまい具合にね入れ込みたいと思います。はい、じゃあもう出来上がりを見せる形になっちゃうかな。そうですね。はい、これね、入れてるところを映しててもしょうがないので、お尻になっちゃうのでね、映像が確かに尻になるのでね。確かに。はい、じゃあまた出来上がったら紹介したいと思います。はーい、入れてくれ。うん、はい、ということでね、見事終わりました。リフィルがね、足りなくなって、途中でセリアに買いに行きました。なので、ファイルが2
増えてます、2つ。で中のリフィルもちょっとだけ買い足して、はい、あやっとね、入れられるものは入れました。他にね、入れられないものいっぱいあるけど、それはもうしょうがないので。そうですね。はい。でもね、こんだけ綺麗に片付いたんで。よかったです。はい。じゃあね、さっとね、ファイルをどんな感じに閉じたのかっていうのを、見せていきたいと思います。紹介したいと思いますので、ちょっとカメラ手元にチェンジします。はい。ということで、まず1冊目です。1冊目はですね、これバラバラです。これガチャガチャ、これバラバラだよね。これも缶バッジ、これもらいました。ありがとうございます。でここもね、こんな感じで食玩だね。はい、この方も食玩といただいたもの。はい。でごめんなさい、これは非公式非公式、はい。あーすいませんね。そうだと思う。上がね、ちょっと出やすいんですよね。やっぱ分厚いもの入れてると空間が空いちゃってね。さっきも前日出たよね。そう、出ちゃったの、飛び出しちゃったの。元気があるって。元気。はい。1冊目こんな感じでーす。はい。2冊目いきまーす。はーい。あ、もう、開いてるね。2冊目。はい。おー。缶バッジとか、ね、そういう系です。うん、出た。これね、うん、出ちゃうよ。ちょっとペラペラなんでね。ほっ、しっかりしたのもあるんですけど、それ1万100円なんですよ。サッカーね。なのでまあ徐々にそれね、もう増やしていこうかなと。はい。だからちょっとペラペラな紙に入れてるやつはちょっと出やすいと思うね。出ないかな。ちょっと出るかもね。出ないかな。こうカード類はね、全然 OK なんだけどね。これがね、漫画の特装版に入ってたカードを中の抜いて入れてみました。両面です。ちょっと大きいカードだからギリギリ。めっちゃギリギリ。めっちゃギリギリだけど、なんとかね、ファイリングできました。下の方見るのがちょっとあれだけど。はい、こんな感じでね。これ、オッケー。カード折らないように。そう、折らないようにね、ちょっとパンパンなんですけど。はい、2冊目で終わりました。はい。はい。次。3冊目でーす。3冊目はまた、あれだね。ざっくり系です。まあ、ここを8枚。両面ですね。両面で8枚。これガチャですね。これガチャです。両面です。で、これいただいた缶バッジのでかいので、だから。はい。これ、翔ちゃん買ったんだよね、これね。買いました、これ。ね、これ買ったんだよ、ね。秋葉で買った。でも、ムイ君も買ったんだっけ、ドンキで。リミが欲しいって言って。買ったか、これ買ったやつだ。これ買ったシリーズですね。これ秋葉で買ったよね。そう、秋葉で買った。懐かしいね。この時まだね、私ね、柱の名前全員いなくてね。誰だこの人とか言ってたのね。やばいよね。勉強してから行きや、秋葉って。まあ、みたいな。今ではこう思い。これね、ペンは視聴者さんから、ね。はい、これはね、本屋で買いました。はい、じゃあこれで3冊目終わり。で、一応ね。で、一応このファイルも、こちらのファイルも買ったので、はい、一応これにも詰めてみようと思ったんですけど、中の、なんていうの、リフィールみたいなのがペラペラすぎて、ね、ちょっと今後買えるかもしれないんですけど、とりあえずね、こんな感じということで入れてみました。はい。はい。こんな感じですね。全、炭治郎、ねずこ、全、あ、ちょっと、善逸、猪之助。結構バラバラですね。そうですね。ちょうど4個ずつあったんで入れちゃいました。はい。はい。こんな感じでファイルでーす。まあでも別に、それはこれでね。いいと思います。はい。で、最後。ラストこれね。炭治郎。はい。ぬいぐるみ入れると、こんな感じでーす。映ってるかな。難しいです、ちょっと。あ、いける。そう、こんな感じ。はーい。これはこれでね、いいと思います。はい。はい、以上でございまーす。はい、ということで今回はね、鬼滅グッズをファイリングしてね、整理してみました。めっちゃすっきりしました。ね。ね。綺麗に収納できたら、いいんじゃないでしょうか。
ね、で、まあ、さらに上を行くなら、ここの ね、 ここね、そうそう。この背表紙っていうの、ここに紙が入ってるんだけど、これを。え、ここじゃないの？そこじゃなくて、これ、ここでしょ？ここにこう、ほら、紙が入れられるようになってて、ここになんかこう、鬼滅とかさ、あ、忘れちゃった。ここの背表紙ね、ここを紙取れるから、ここに、まあ、鬼滅とか自分で書いて入れたりすると、ここにほら、背表紙でさ、まあ、すごい人はここに絵とか描いちゃったりもするのかもしれないけど、ちょっと、りょうちゃんにはそのね、才能がないようなので。はい。ママに描いてもらいたいと思います。まあ、まあでもね、これはこれでもいいかなと思います。とりあえず今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日がかりの撮影でございました。お疲れ様でした。はい。ということで、それでは、バイバーイ。